アトランタはアメリカ海軍の防護巡洋艦。艦名はジョージア州アトランタにちなむ。その名を持つ艦としては2隻目。深海軍入ーネイービーのために議会によって認可された最初の3隻のうちの1隻。アトランタは1883年11月8日にペンシルベニア州チェスターのジョンローチサンズ社で寄港した。1884年10月9日に ジェシー・リンカーンによって、命名、浸水し、1886年7月19日に、ニューヨーク海軍交渉で、艦長フランシス・エム・バンス大佐の指揮下収益した。アトランタは1887年7月まで、ニューヨーク海軍交渉に泊まり偽装及び修正が行われ、その後来た、大西洋戦隊に加わった。2年ほどの間、大西洋岸、 メキシコ湾及び西インド諸島を巡航し、1889年9月30日に発展艦隊に配属され、その年の冬はヨーロッパと地中海を巡航した。帰還の途中にブラジルへの親善訪問を行い、1890年7月末にニューヨークに帰還した。ニューヨークを拠点として、東海岸沿い及び西インド諸島での任務を再開する。 1891年2月から4月にかけて、メキシコ湾を巡航している。5月から10月にかけて、大西洋岸での作戦活動に従事し、ボストン及びニューヨークでの艦隊演習に参加、海軍民兵の訓練も行った。1891年10月から1892年7月まで、東海岸沿い、西インド諸島及び南米海域での任務を成功時に完了した。 アトランタの6インチ法1892年9月2日、アトランタは発展艦隊から北大西洋戦隊に再配属された。1892年12月から1893年2月までの間にアトランタはアメリカ合衆国の権益保護のため西インド諸島で活動した。3月から5月にかけてバージニア州ハンプトンローズで行われた。 関越式に参加し、5月及び6月にはメキシコ湾で活動した。1893年7月18日、アトランタはバージニア州のフォークで予備役となる。同地で保管され、1894年4月2日に最終駅した。続く17ヶ月間、北大西洋ステーションでの任務に従事した。 この配備の間の1895年3月8日、正常不安になったコロンビアで、アメリカ人の生命及び財産保護のためボカデルトロに陸上部隊を上陸させる。9月、アトランタはニューヨーク海軍交渉で予備役となり、その後5年間保管された。1900年9月15日、アトランタは艦長 EC ペンドルトン中佐の指揮火災収益した。 10月後半に出港し、ブラジル沖で南大西洋戦隊に加わる。1902年11月まで同海域で活動し、その後カリブ海戦隊に転属となった。カリブ海での任務では、アメリカ人保護のため1903年4月にサントドミンゴに陸上部隊を上陸させ、12月にはパナマのポルトベロにも上陸させた。1904年には、 地中海への巡航を行い、アフリカ西海岸及びケープタウンを経由して10月に南大西洋ステーションに帰還した。12月26日にハンプトンローズに到着し、1905年1月にメリーランド州アナポリスに移動、1月12日に予備役となる。5月8日まで不活性状態で保管された後、任務に復帰、海軍兵学校生の訓練任務に参加した。 1905年11月、アトランタは、ノーホークに移動し、水雷召喚隊の水兵のための、バラック船として1909年まで使用された。その後サウスカロライナ州チャールストンへ移動し、同地でもバラック船として使用される。1912年3月23日、アトランタは任務を解かれ1ヶ月後の1912年4月24日に、除籍された。 アトランタは1912年6月10日に、チャールストンのフランク・リッチス・ダイク、S ・シープス・スルーパ・リッチ社に売却された。ありがとうございます。